こんにちは、黒戸和志です。今日もおしゃれなます。今日はフェザリングって実際どれぐらいのテンポで行けばいいですかっていう質問があります。具体的にっていうことですね。でフェザリングってそもそも何かっていうと、まあ他にもやってますが、こうバストラをね、だって軽く踏むんですけど、イメージ的にはここに羽毛のタッチというか、フェザーだからね、羽毛がこう詰まってて、それがこう飛び散らない程度にこうブワッて膨らむ程度で、ブワッて膨らむためにはスピードがいるんですけど、でシンバルレガートが結構突っ込むって話はちょっとしたと思うんですけど、それと同じタイミングです。でこれ結構わざと踏んでるんででかいです。で実際演奏中は、まあ、あのジョン・ライリーの教本でジョン・ライリーさんが書いてたのは、聞こえない程度ね、感じる程度に、ね、こういう感覚で踏むんですけど、このこれないたらないならないでいいです。全然もうセッションでこれがなかったからって全然気づく人ほとんどいないと思います。なので大事なのは、こうグルーブをさせていく感じ、シングシングシングみたいな感じ、なんかこういうこのスイングする感じ、要はただこう四分音符叩いてるわけ、どれかは一個一個がこう山でつながっていく感じ、レガートと一緒に、それは足や。でちなみにジミー・コフさんにあんなクリニックやってると聞いた時は、彼はもう300超えても絶対踏むんだみたいなこと言ってました。でそれをグレッグ・ハッチンソンさんに聞いたら、グレッグ・ハッチンソンは無理だと、そんなに速かったら僕ももうレガートに集中して足はやめちゃうっていう感じ。足が入ることによって、まあ、歌物なんかは、タタテラタタタタラタ、なんかこう優しい感じがするバストラで、ね、ないと思う。タタテラタタタテラタ、こうちょっとこう下が抜けてる感じがする。でこれをだからそのモダンなジャズになってくると、なんかこの柔らかい昔の古いジャズみたいなスタイルがあんまりこう合わなくなってくるんですよ。だからこうトニーなんかはハイハットでフェザリングします。でもハイハットってここだけで聞くとあれなんですけど、こう生のライブで聞くとやっぱり地面踏んでるから、かなりのこう低音の圧迫感があって、とてもライブハウスで混ざるんですね。だからハイハットでフェザリングっていうのもまあありかな。で実際にね200ぐらいで叩いてみると、まあ結構ありじゃないですか。こうでいくつぐらいまでっていう話をしてて、250ぐらいまではどうも試してみたんですけど、250ぐらいだと、結構こうジャズのこの推進力みたいなのが出るじゃないですか。僕はね、やっぱ250超えてくると、280だとなんかせっついた感じしませんかね。なんか僕はあんまり、これは僕の力量もあるかもしれない。だからスピードがね、一個一個のスピードがもっとシャープに、なんかこう鋭く踏めればものすごいゆったり感が出せるかもしれない。僕の多分ドラミングの限界かも。なきにしもあらずだと思うんですけど、ちょっと僕いろいろ測ってみたんですけど、280ぐらいはちょっとせせこまい、300超えるとなので、こうジミー・コブさんなんかはどちらかというと、まあ、矢野沙織ちゃんが一緒にやったからね、あのドタバタ感がたまらなくかっこいいって言ってたから、そのいい意味でも悪い意味でも、要はドタバタした感じに聞こえる。やっぱ早い時に足をどんどん踏むとドカドカした感じがするから、なのでその整理された感じにしようと思うと、やっぱこれぐらいだと足はもうフレージングにもう譲ってしまって、こうスペースを空けた方が多分モダンジャズのサウンドには合うんじゃないかなと思います。曲層にもよると思うんですけど、なので、フェザリングは僕はまあ大体250ぐらいまでなんじゃないかなっていう感じですね。250ぐらいまではまあまあ使うんじゃないかなみたいな。ただその
フェザリングって遅れるとものすごい邪魔するんですよ。これものすごい邪魔なんです。もう他の人がほっとやりにくくなるんで、レガートみたいにメトロノームでちょっと前をずっと踏み続けなきゃいけないんで、まあ、正直ない方がマシっていう感じのドラマはよく見るんですね。セッションとか言ってると無理にこれ踏んでるんですけど、音は大きいし、その音のスピード感もこれだとこう、例えばワン、ツー、スリすごくこう音色のスピードもないし遅れてるし邪魔な感じがしませんか。歌が歌いにくくなるのね。なので、僕はまあフェザリングっていうのはよっぽど中級者以上じゃないと やらなくていいですって必ず先に言っちゃうんですけど、どうしてもやりたがる人はいるんですが、やるんだったらもう本当にシビアに練習しないと。これはただやっぱり中級から上級にグレッドアップする時っていうところでものすごいこう重要な感じ、こう前輪を包み込む感じになるんですよ。歌物なんかは特にこう優しいこう昔の往年のジャズみたいな感じですよと思うと、どうしてもフェザリングって必要になってくるんですね。なので重要なんだけどものすごくこう危険な諸刃の剣みたいなとこがあって、なので、練習するとすれば250ぐらいで踏めるようになれば、多分120、130ぐらいだったら結構軽快なスイング感で踏めるんではないかなということで、まあテンポアップがその目標ではないんですけど、テンポアップできるってことはやっぱ細かいところを狙っていけるってことなんで、まあ250ぐらいを目処に練習してもらえばかなり使える感じになるんじゃないですかね。逆に250でフェザリング踏みたかったら300でも踏めなきゃいけないのかもしれないですね。練習はもうちょっと自分がやりたいなと思えるちょっと上ぐらいを練習すると、ちょうど自分のやりたいところら辺でこう狙って叩けるんじゃないかなと思います。なのでフェザリングね、難しいですね、この足の感じがね。ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなという方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。